オーストラリア南東部は記録的な豪雨で各地で洪水が発生し、浸水した住宅地で救助活動が行われています。オーストラリアのニューサウスウェールズ州は記録的な豪雨に見舞われ、川があふれて住宅地などが浸水しました。ダムは貯水能力を上回り、かなりの勢いで水が放出されています。地元メディアによりますと、家に取り残された1000人以上が救助されました。So when we went to bed last night, this was all green paddock. And when we woke up this morning, we had a lake. 雨は今後も続く見込みで、複数の地域には今も避難指示が出されていて、これまでに1万8000人以上が避難しています。州の首相は100年に一度の事態だと警戒を呼びかけています。